はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル。11月4日木曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペソ円、南アフリカランド円、 トルコ、リラエンの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、昨日から、ね、今日にかけての、えー、アメリカ FOMC、えー、これはライブをね、4時間させていただきまして、まあえー、最後までご覧いただいた方、本当にありがとうございました。ちょっとね、私の方も今まで爆睡をしていたということで、気を取り直してね、為替チャートを見ながら、えー、また解説をしていきますので、よろしくお願いいたします。 そして FOMC に関しましては、もちろんね、政策金利の発表というところでは、金利の利上げはなしというところでございますが、まず11月のテーパリングは開始。これは想定通りの発言と、あと、利上げについては時期を明言しなかったというところでね、まあ一旦は下がる場面がありましたが、今ね、ドルの方は上昇トレンドということで、114.25付近まで上昇。 そして、株式相場に関しましては、まあ、利上げを急がないというスタンスを、ね、交換されまして、最高値を更新というようなね、流れに FOMC 後はなっております。それではね、まずは全体の相場感ということで、世界の株価を振り返っていきたいと思いますので、こちらのサイトをご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは、昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比。プラス104ドル。 終わり値で36,157ドルということで0.29%。えー、序盤に関しましてはね、マイナス圏で推移しておりましたが、FOMC の声明を受けまして、一気にね、プラス圏に上がっていきまして、そのままプラスで引けて史上最高値更新というところでございます。 そして、ナスダック、新興市場の多いナスダックや S&P500 というところも、こちらはね、プラスで引けまして、3指標とも最高値更新ということで、アメリカ株は絶好調でございます。そして、その株高を受けました本日の東京マーケット。日経平均は前日比。プラス273円。終わり値で、 29,794円ということで、こちらも0.93%ね、約1%近い上昇ということでね、3万円が視野に入ってきたというところでございます。そして、株式相場が上がりまして、アメリカの長期金利も上がってきました。まあ、利上げがね、急がないというところでございますが、そこまでね、長期金利に与える影響は大きくなく、今は1.6%の少し下、1.59%ということでね、 まあこのような形で長期金利もまあ下がらなかったというところがねえまあ理由でございますが、ドル円は今直近の高値の114円25銭付近まで上昇。それに合わせましてですね、ゴールド価格、こちらの方はそこまで下がっていないんですが、長期金利が1.6%ぐらいであれば、ドルの方はねまあプラスの材料になりやすいというところがねまあ今回の長期金利の動きで分かったというところでございますね。 えということで、株式相場絶好調でございますので、他のクロス円もね、円安方向かと思いきやですね、まあちょっとね、それはドルが高いのみというところでございますので、詳しくは為替相場、まずはクロス円から見ていきたいと思います。こちら、クロス円の4ペア4通貨でございますが、まずはいつも通りドル円の方から見ていきましょう。 こちら1時間足のチャートとなっておりまして、えー、この黄色の24の移動平均線と、えー、このローソク足の方は平均足を、ね、使って私は示しております。 ま、昨日の FOMC ね、えー、ここのところ見ていただきますと、上髭と下髭がありましてね、まあ、えっと、下がって上がって下がって上がってという形でね、まあ、順番に繰り返していたんですが、結局はね、今日のクローズは114円ぐらいでクローズ、真ん中あたりでクローズしたんですが、東京マーケット、一気にね、えー、ま、日本株も上がりましたので、ドルが買い、ドル買いが進みまして、上方向、押し目をつけながら、今も114.25付近まで上がっているということで、どうやらね、まあ、私は 利上げの時期の名言がなかったものですから一旦はねドルは調整入るかと思われたんですが上方向に行くということでまあ、予想はねなかなか当たらないというところでございますまあえー、今後のね形を見ていくのが大切となりますので今後ねドル円はどういう対応をしていくかというところでございますが基本的にはね移動平均線24これ今右肩上がりで上がっている中で 移動平均線線線線線の上側ででで陰陰陽陽入入っってておりまますす線線押し目がいいいるというとうころでございますただ、114円25銭というのは、これ週末スペシャルで引きました、まあ、レジスタンスラインでございますので、まあ、そう考えますとね、この114.25、今、一旦上髭で抜けておりますが、ここが明確に抜けなければ、さらにね、ロングを重ねるというのは、ちょっと難しい。 要は、114.25は過去ね、直近で2回レジスタンス入っておりますんで、ここを抜けてからのロングがよろしいかと思います。具体的にはね、114.25を抜けてからのサポートですね。 これがあってから初めて上昇トレンドがね、継続するという形でございますんで、114.25抜けるだけですと、今までね、上髭と、まあこれ実体ベースでも抜けたんですが、サポート入らず下落というところがね、まあ2回出ておりますので、ここはしっかりと114.25の上側でのサポートですね。いわゆる114.25の上側での陰線から陽線。 この転換があって、ロングが取れるかと思いますので、本格的なロングは、しっかりとサポートが入ってからというところでよろしいかと思います。そして、ショートに関しましてはね、この114.25でレジスタンス食らって、即ショートを取るのではなくて、しっかりとね移動平均線を割り込んでからですね、過去でいきますと、移動平均線割り込んでからのレジスタンス、こういった部分がね、過去2回出ておりますので、今回もショートを取るんであれば、まず移動平均線を下回って、 その下側でレジスタンスを受けるというね、過去2回と同じような形でトレンド転換を確認してからですね。まあこうなりますと移動平均線が横ばいから右下下がりになってきますので、まあ過去の2回と同じような形、移動平均線を下回ったところで反発が弱く移動平均線を超えれずに陽線から陰線になったところ。まあこういったところでね、ショートを取れるかなと思いますので、今のところは114.25の攻防を見守りつつ、 上抜けして、陰線陽線のサポートでロング。一旦移動平均線を割り込んでしまった場合は、陽線陰線の移動平均線の下側でのレジスタンスでショート。このような考え方でよろしいかと思いますのでね。皆さんの相場感とともに、しっかりと114.25のプライスアクションを見て、ポジションを取っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上でね、ドル円の解説を終わりまして、続いて、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 はい。ユーロ円の方はね、昨日の FOMC のところでは、一旦はね、上方向に進んで、まあ、ドルと違ってね、まあ、高値付近で終わった1日でございましたが、その後も東京マーケット、株式相場が上がりましたので、まあ、円安方向にね、進んでいったというところでございますが、一旦ね、この132.50。 ここのところでレジスタンスを食らって移動平均線のあたりにまあ戻ってきたということで、ちょっとね、このあたり移動平均線24、ここで反発が入るかどうかというところがね、問われるところでございます。 ただね、この陰線が非常に1回、2回、3回、4回、5回と今続いておりますので、ここでね、1回陽線が出ただけでは、まあ今まではね、移動平均線の上側で陰線陽線という話をしておりましたが、ここでね、1回入っただけですと、すぐね、また割り込んでしまうというところが想定されますので、もしロングを取るんであれば、ここね陽線が1回、 回とと入ったところじゃなななないいいいとととそれかか、えー、相当、ね、大きな要線が出ないと少ししロングは厳しいかなと思います、えー、ここでね、えーまあ、2、3本の陰線からの要線であれば、そのまま上がっていくね、強い相場というところが考えられますが、ちょっとね、押しが深いというところがありますんで、このあたりね、移動平均線の上側で、いくら陰線要線があっても、えー、ちょっとね、それが弱い可能性がありますので、要線が2本続くか、えー、大きい要線が、ね、あったところで、えー、ロングが取れるかなと思います、ね。 でちょっとこの辺り、えー、短い要線が1回続いただけではロングが取れないかなと思いますんで、ねえー、この辺りは十分にロングは警戒をしつつです、ね、ショートに関しましては2つパターンがありまして、えー、1点は、ねえー、こちらの132.50、えー、この今日の高値でございますが、この辺りでダブルトップをつけますよという、ねえー、132.50付近での要線、陰線で1回取れるかというところと、あとこのまま陰線が続きまして、移動平均線24を割り込む。 そして割り込んで反発が入っても、反発弱く移動平均線の下側で陽線陰線を食らってしまった場合、その時の移動平均線のイメージとしましては、横ばいから右下下がりですね。こうなった時にショートを取ることもできるかなと思いますので、一つはダブルトップ狙いの132.50付近での陽線陰線でのショート。 そして、この移動平均線をこのまま割り込んでしまって、反発が弱く、移動平均線の下側で要線、因線でショート。まあ、この二つでね、ショートは狙っていければと思いますんで、まあ、ロングかショートかというのは、これからの移動平均線とのね、反発を見ながらというところでございますが、まあ、皆さんの相場感と照らし合わせてね、ロング、ショート決めていただければと思いますんで、そのプライスアクションにしましては、今お話したことを参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、ポンド円の解説に入っていきましょう、はいえー。ポンド円の方はね、ユーロ円と同じような動きをしておりましたが、一回で、ね、反発が明確に移動平均線の上側で入っているというところがね、少し違う点かなと思います。FOMC をね、経、えー、まして、こちらもユーロと同じように、えー、1日の高値付近でクローズし、東京マーケットで上げる。 一旦ね、こちら、サポート、調整が入ったものの、今、要線が出ているというところでね、まあ、このあたりはユーロよりも反発が強いというところがね、見てお分かりかなというところでございます。 まあこのまま行きますと、移動平均線ね、角度緩くなりますが、まだ右肩上がりでございますので、この要線がね、明確に確定すれば、もう一度ね、上方向に行く可能性がありますので、しっかりと終わり目を見ながら、要線がある程度の長さでね、クローズすれば、これは上方向かなというところでございますま。こんな感じですね。移動平均線の上側で、比較的長めの要線が出るということなので、ここはロングを取れるタイミングかなと思います。 えー、ただね、陽、えー、線が短かったり、移動平均線を再度ね、えー、割り込んでしまうというところがあった場合は、これはユーロ円で説明した通り、移動平均線の下側で踊りが弱くレジスタンスを食らった場合、陽線陰線が出てしまった場合ですね。ちょうど、えー、このあたりというのは、過去見ていただきますと、えー、この156円ぐらいでございますんで、えー、非常にね、過去のここのサポートラインが入っているところや、ここもサポートですね。 そして一旦レジスタンスも入っておりますので、結局はもう一度ね、割り込んでしまった場合は、156円のレジスタンスを食らってしまったという形になりますので、移動平均線と156円の下側で要線陰線が出てしまう場合ですね。 移動平均線のイメージはこんな感じでございますが、このような状況になった時には、しっかりと陽線陰線が確定したところでショートを取りつつ、ここの155.50か、その下のね、155.0、こういったところでショートの利確をしていただく。このような考え方でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続いて5ドル円の解説に入っていきましょう。 はいえードル円はね、えー、こちらは RBA の声明を受けまして、大きく下に下げたのが、えー、2日前というところでございますが、昨日もね、えー、大幅な反発はなかったんですが、o、えー、m c 後にね、さすがに少しばかり買い戻しが入って、1日の高値付近では終えることができた。そして今日の東京マーケットは、えー、出,遅出遅れていた分ですね、一旦上方向に上がったんですが、 えここはね、過去のダブルボトムとなっておりました85円を少し抜けたところですね。まあ、こことの水平線あたりでしょうかね。はい。えー、ここのところでね、一回レジスタンスを食らってしまって、また移動平均線にタッチしてしまったというところでございます。 そしてね、移動平均線の角度が少しもう横ばいになってきておりますんで、あまりね、強い反発はないかなというところがね、想定されますが、基本的にはね、ユーロでお話しした通り、ここでね、陰線から陽線に立っただ切り替わっただけではダメです、ね。 ま、明確にね、要線が85円を抜けるようなところがあってからね、ロングは組めるかなと思いますんで、ちょっとね、短めの要線に切り替わっただけではロングはダメ。ま、明確には85円を上回ったところですね。ま、ここではロングが組めるかなと思いますが、ま、これもね、後から説明しますが、どちらかといえば、ここのラインでね、ダブルトップを食らう可能性もあり得ますので、 ここは、ショートに、ね、特化してもよろしいかもしれません。まあ、しっかりと85.15付近でございますが、ここね、前回のダブルボトムと直近のね、このレジスタンス。ここの部分で要線因線ダブルボトムが完成してから、ショートを狙っていくというところか、もしくはこのまま下がってしまって移動平均線の下側で、レジスタンスを食らってしまった場合ですね。移動平均線のイメージは、この時はこうなりますけど、 はい、こういったところで、要線から陰線に切り替わったところでしょうとどちらかというとね、まあ、ロング上根の方は取り残されているね、ロンガーさんたちがこの辺り多いので、まあ、ショートで絞り込んだ方がよろしいかなと思います。どうしてもね、上方向に伸びていくというのは、少しね、上根が重いかなと考えておりますので、まあ、ダブルトップでのショートか、もしくはこのまま移動平均線割り込んでからの反発が弱いところで上からくまく。まあ、このようなね、考え方の方がすっきりすると思いますので、まあ、ロングは一つ捨てておいて、ショート だけ狙っっっててていくそしし上上に上がってしまったら一旦諦める、まあ、こういったところがね、個人的にはショーターの私としてはしっくりきますので、まあ、皆さんの好みもね、よると思いますが、一つショート狙いを絞り込んでやってみてはいかがでしょうかという考えでございます。はい、以上でね、5ドル円の解説を終わりまして、続いてドルストレート3ペア3通貨に入っていきましょう。 はいえー、ドルストの方はね、一旦、えー、上がってから下がるというところが、まあすべてね、ユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードルに当てはまりますが、具体的にはユーロドルから見ていきたいと思います。はいえー、昨日の FOMC を受けまして、一旦はね、上方向に、えー、ドルストレート上がっていったんですが、今日の東京マーケットから、えー、ほぼ全戻しという形でね、FOMC 前の、えー、水準に戻ってきたというところでございます。 なんとかね、この移動平均線の上側でサポートが入ればというところでございました。まあ具体的にはね、この辺でサポートが入れば、まだ上方向の可能性があったんですが、まあこのままね、ストンと割り込んでしまいましたので、ここは戻り売りのターンかなというところでございます。移動平均線はね、えー、少し平均足が下回ってきましたので、右、 下下がりに切り替わってきますので、まあ、こういったところでは皆さんもご存知の通り、えー、反発が弱ければ上から叩くということで、えー、この1.1575あたりではサポートが入りやすいので、一回反発があってもですね、 移動平均線24を超えることなく、要線から陰線に切り替わったところでは戻り売り。そして、この移動平均線24を超えた場合は、どうしても上値が重いところがありますので、ここは見送りでいいんじゃないかなと思っておりますので、まあ、戻りが弱いところのみ、上から叩くというところ、ショートだけ狙っていきながら、こちらの移動平均線を超えた場合は見送り。まあ、こういった形をね、私は考えておりますので、皆さんの相場感とこちらもね、照らし合わせて参考にしていただければと思います。 はい、えー。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いて、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドドルもね、ユーロドル,ロドルと同じように、FOMC 後の動きとしましては、一旦は上方向、ね、に進んでいったというところがありますが、今日の東京マーケットでほぼ全戻しというところ。えー、今は1.3650のサポートを受けて、どうなるかというところに、えー、はまっております。 ちょうどね、今平均足が要線から陰線ピクピク動いておりますが、まあちょうど移動平均線ぐらいですので、ここもユーロドルと同じような考え方でよろしいかと思います。移動平均線がこれからほぼ横ばいになってきますので、今要線になったり陰線になったりしておりますが、こ,この移動平均線24を超えることなくですね、まあこの1.3650付近で今サポート入っておりますが、ここを超えることなく、あ、すいません、ちょっと動いちゃいましたね。 えー、超えることなく、こんな形でね、再度、えー、要線陰線が出ずとも、この1.3650、ここを割り込んだところで、ショートが取れるかなというところ。そして、えー、ロングに関しましては、ここはね、え、1.3675、ここを超えてからの、 サポートじゃないとロングは取れないかなと思いますので、どちらかといえばですね、やはりここ移動平均線の下側で要線陰線、そして1.3650を下回ったところでのショート、ここを本命としつつ、移動平均線や1.3675を上回ったところ、その上回った瞬間ではなくて、その上側でのサポートが入ってから初めてロングが取れるかな。 ただし、1.3725ね、ここの水色のラインは非常に重いというところでございますんで、まあ、一旦ね、下方向を見ておいた方が私はよろしいかなと思いますんで、まあ、下に行くか上に行くかはもちろんわかりませんが、移動平均線の下側での要線、因線、まあ、ここをね、最大の狙い場と考えていただきながら、上に行った時は1.3675、この上側でのサポートを見て、ロングを取るという形でよろしいかと思いますんで、えー、皆さんの意見とともに参考にしてください。 はい。えー、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、えー、続いて、ゴードルベイドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ゴードルの方はね、えー、まあ、ゴードル円でもお話ししましたが、まあ、非常に弱いというところで、RBA 声明から一気にね、レンジの方が下方向に落ちてしまった。まあ、その中でね、昨日の FOMC 後に反発を受けることはあったんですが、 え最終的には全戻しというのはね、えー、他のドルストレートと同じ形でございます。そして移動平均線の方を今平均足が下回っております。まあそうなるとね、移動平均線また下げてきますので、これも同じくですね、移動平均線の下側で要線から陰線のパターンがあれば、これは絶好のショートチャンスという形になりますので、えー、このあたりはね、戻りが弱ければ上から叩く。えー、こういった要線陰線が移動平均線24の下側で起こった時にはショートを取りつつですね、 ロングに関しましては、あまり期待はできませんが、移動平均線と0.7450を超えてからのサポートですね。超えたところで入るのではなくて、超えてから上側でね、陰線陽線のサポートが入ってからロング。ただね、こちらも上根の方ね、この辺りで取り残されちゃってるロンガーさんたち多いと思いますんで、まあ上がっても0.75までというところでございますんで、ちょっと上根は重いかな。 下に行った方が走りやすいかなと考えておりますのでね。まあしっかりと本命としましては移動平均線の下側で陽線陰線。そこでね、ショートを狙うことを第一候補と考えていただければと思いますので、参考にしてください。はい。以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後にね、新広告通えこちらは反発が入っておりますが、見ていきたいと思います。 はい。えー、まずはね、先頭バッター、えー、メキシコペソエンでございますが、えー、これ1時間足ね、いつも15分足なんですけど、1時間足で見ておりますので、1週間の時間軸と、あとは冷やしちゃうと半年間の時間軸となっております。 ま、かねてからね、メキシコペソに関しましては、この5.5を割ってからロングを取りましょうというお話をしておき、えー、おりましたが、まあ、今回ね、下回ってしまったところから FOMC を経てね、えーまあ、ネッシー君といいますか、ぐんとね、水面から、顔を出してきた、チャートになりまして、なんとかね、5.5を超えて5.55付近まで上がっているというね、反発を見せたということでございます。 別に、ね、あの予想を当てたから、どんどんというところではございませんが、やはり、ね、今の新興国通貨に関しましては、ある程度下がったところでロングを取っていくという、ね、戦略が有効かなと思いまして、この冷やしチャートもご覧いただいた通りとおり、まあ、空中戦のところは見守っていただきながら、5.5、まあ、や5.4を割り込んだところという、ね、直近のお話でございましたが、勢いよく下がってきたところ、まあ、しっかり待てた方はですねロングを取って、今は含み益になったんじゃないかというところでございます。 ま、引き続きね、この5.5の後半ぐらいで、まあ、欲張らずね、え、をしておいて、また5.5や5.4、今年中では、またロングが取れるタイミングがあるかもしれませんので、まあ、そういったところで、待つというところでよろしいかと思いますんで、今ね、え、5.5を超えてしまいましたので、新たなロングというのは避けていただきつつ、またのチャンスを待っていただくという形でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて、南アフリカランド園、こちらを見ていきましょう。 ランド円の方も、ねまあ、どこまで落ちるかという、ね、心配の声も聞かれましたが、まあ、一応ね7.5と7.4を割ったところから、まあ、0.1円刻みでロングを取っていきましょうとそしてね7.5円割ってしまって7.4も割って、ね、不安を抱えている方多かったかもしれませんが一応ね7.5円付近まで今は戻してきたというところでございます。 冷やしチャートで見ていただきましても、その前はね、7.4円から0.1円刻みでロングを取りましょうというお話の中で、まあ、一旦ね、7.9円から8円ぐらいまで上がったところを見ましてね、それは情報修正をさせていただいて、7.5、7.4、7.3、7.2という段階でね、ちょっとずつロングを取っていきましょうという中で、今回は7.5円と7.4円には注文が刺さったかなというところでございます。 今ね、上げておりますんで、また7.5円は回復するところはね、あり得るかなと思いますんで、まあしっかりと7.6円ぐらいね、こういったところで利格をするというところ。今からロングというのはね、まあ積極的には避けていただければと思いますんで、またね、上方向に行ってからどのあたりでロングを取ればいいかというのはね、見通しはお話しできると思いますんで、まあ今は新規のロングは、まあ、 7.5は切っておりますので、少しばかりはいいと思いますが、積極的に組むところは必要ないかなと思っておりますので、しっかりとね新興国通貨、下がったところで買って、上がったところで売る、単純なところでございますが、今年いっぱいはね、まだまだ使えると思いますんで、そのあたりはね、来年になれば、また来年のえ解説をしますが、今年はそのような感覚でいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でね南アフリカランド園の解説を終わりまして最後にトルコリラ園の解説をしていきましょう。 はい。えー、唯一ね、えー、ロングが取れないトルコリラでございます。まあ結論申し上げますとね、まあ昨日はエルドアン大統領の死亡説みたいなね、えー、形で流れまして、まあ大きくね、下げる場面もありましたが、まあこれだけね、新国通貨反発している中で、トルコリラの方は相変わらず12円を下回っているというところ。えー、冷やしチャートを見ましても、まあこの12.5のサポートをなんとかね、粘ったんですが、割り込んでしまってからは、えー、12円も割り込み。 そして、12円というね、史上最安値のところでレジスタンスを食らってしまったというところで、まあ、なかなかね、ロングは取れない。いつオーバーシュートが起こってもおかしくないというところでございます。そして、オーバーシュートに関しましては、週足を見ていただきますとね、トルコリラに関しては、定期的にね、まあ、これエルドワン大統領の中央銀行総裁の更迭で一気にね、3円ぐらいスコーンと下がったところや、あと、こちらね、 まあ、2019年のデータとなりますけどね、一気に2、3円下がるようなところがオーバーシュートで起きますし、あとトルコリラショックということで、1日にね、1日2日で5円ぐらい下がるというところもありますんで、ロンガーさんたちを焼き尽くすような、まあ、焼き尽くすという表現がね、適切かどうかわかりませんが、ロンガーさんたちがぶん投げるような形でオーバーシュートが起こってから、 今のね、こういったジリジリ下げているところでは、どこで止まるかわからないですよね。このあたり見ていただきますと。そして、ジリジリ下げているところは、反発も限定的でございますんで、まあ、オーバーシュートが起きてからですかね。こういうような下髭をつけるような大幅な下落。これが起こってからということであれば、やはり10円台だとか、もしかしたら1桁台ですね。そこまで下がってからの、今はロングということで、1日に1、2円スコーンと下がるようなオーバーシュートを見えてから、 トルコリラはね、まあ、しょうがなしに拾うというところでよろしいかと思いますので、今のところは見守るだけでよろしいかと考えておりますので、えー、これ、トルコリラだけはロングはね、気をつけていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね、10ペア10通貨の相場解説を終わります。えー、昨日はね、ちょっと FOMC と通常のライブでね、非常に疲れていたんですが、まあ、10時間ぐらいね、眠らせていただきましたんで、今日も予定通りね、21時から YouTube ライブやりますので、お時間ある方、ご覧いただければと思います。 それではね、今日木曜日でございまして、明日の金曜日はアメリカ雇用統計ということでね、またビッグイベントありますが、しっかりとね、皆さん、本格的なトレードは来週からの方がよろしいかと思いますが、まあ経済指標をね、しっかり見ながら確認をして、ポイントあるトレードをしていただければと思いますね。よろしくお願いします。それではまたお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。